プリモジュペテルカは、スロベニアのリブリアナ近郊、プリカニツァ出身のスキージャンプ選手。スロベニアで最も活躍したスポーツ選手の一人。1997から1998年のスロベニアスポーツマン・オブ・ザ・イヤーを受賞している。リブリアナの北東30キロにあるモーウトセのスモールヒルでジャンプを始め、クラーニの商業中学校時代は、 トリグラフスキークラブでジャンプを続けた。W ハイへのデビューは1996年1月4日のジャンプ週間第3戦インスブルックでチームメイトの代役であったがいきなり8位となって周囲を驚かせた。このシーズンはポーランドのザコパネとスウェーデンのファルンで優勝し総合で10位に入った。ジュニア世界選手権ではドイツのミハイル・ウアマンに次いで銀メダルを獲得した。 翌1996、1997シーズンは彼にとって最高のシーズンであった。スキージャンプ週間で総合優勝を飾るなどシーズン7勝を挙げドイツのディーター・トーマを抑えてワールドカップ総合優勝のタイトルを獲得した。2月9日のオーストリア・クルムにおいてスロベニア人として初の200メートルジャンパーとなった。 しかし、約1ヶ月後プラニツァでのフライングで、ゴランヤノスが206メートルを飛びスロベニア記録を更新した。1997、1998シーズンは、当初やや不調であったが、シーズン4勝を挙げ、最終戦地元のプラニツァで、日本の船木和義、オーストリアのアンドレアスビドヘルズルラの追撃を、振り切って2シーズン連続の総合優勝を果たした。 このシーズンの長野オリンピックでは、ノーマルヒル6位、ラージヒル5位に入賞した。若くして成功したジャンパーが、その後スランプに陥るのはよくあることだが、ペテルカも例外ではなかった。1997、1998シーズン後に陥ったスランプは深刻なものでおよそ3年にわたって低迷した。そんな中でも2000年のフライングでは、 自己ベストの212メートルを記録。これは2年後に、ロベルト・クラニエッツが222.5メートルを記録するまで、スロベニア記録であった。この間、彼は、ガールフレンドのレナタ・ボヒンクと共にクラーニエ移り住んだ。2001年には、長男のマイが生まれて、新規一点、2001、2002シーズンには、一流ジャンパー復帰への手がかりをつかむ。ソルトレクシティオリンピックで、 ロベルト・クラニエッツ、ダミアン・フラス、ペテル・ゾンタと共にラージヒル団体で銅メダルを獲得した。2002-2003シーズンも調子は上向きとなり、ワールドカップで2勝を挙げ、総合7位になった。しかしその後のシーズンは、ナショナルチームから外されるなど振るわないシーズンが続いている。2005年、ドイツ・オーベルストドルフの世界選手権では、ノーマルヒル団体戦で揺れぼがたい。 ロクベンコビッチ、イエルネー・ダミアンと共に銅メダルを獲得した。2010、2011シーズンをもって現役を引退。ペテルカに関して2本のドキュメンタリー映画が制作されている。ありがとうございます。